残り3分を切っています。さあ東高ボールを取った、中村俊輔だ、中村俊輔ディフェンダーを1人かわして大きく前に出しました。さあ9番の安藤、9番の安藤だ、あっとこれは前に出した10番の中村俊輔、叩いて津山、18番津山、さあシュート打てるか、手前谷が待っている、谷手を挙げた、谷、さあ人が14番のウルノ、ウルノ叩いた、中村俊輔、中村俊輔シュート打てるか、中村俊輔まだボールをキープしている、中村俊輔クロスボールを上げた、ディフェンダーに当たってコーナーキック、中村サインを出した、ボールを上げた、ネット寄せた、静岡学園ボールを置き1ヶ月間6時の練習が終わってからも毎日2時間以上フリーキックの練習を行ってきた10番の中村俊輔が蹴ります。すでにロスタイムまもなく2分になります。さあ中村、ここはね面白いですね、フリックですからね、合わせるあるいは狙ってくるのか、中村俊輔、静岡学園ボールを 奪いました。早いチェックです、早い出足、東高学園11番の谷、ここで長い笛、第75回全国高校サッカー選手権大会準決勝第1試合は PK 戦にもつれ込みました。決勝での PK 戦は去年の静岡学園対東福岡高校に続いて2年連続9回目のことです。静岡学園は去年も準決勝は PK だったんですね。そうですね。さあまず東高学園からになります。ゴールを守るのは静岡学園1番の南優太、ゆっくりとボールをセット、谷です、決めました、左隅に落ち着いてボールを蹴り込みました、11番の谷浩二3年生目線です。東高学園ゴールキーパーは2年生の村井、キーパーの逆をつきました、キャプテンの内藤、落ち着いています。ここは今大会初の PK 戦になります。今度は木、そして今大会準々決勝国見戦も PK 勝ち、目下 PK は3連勝中です。さあ坂本が蹴ります、静岡学園の2人目、おっとポストに当たりました、どうですか、うん、まあ、クロスはね、はい、本当にいいところね、左利きのストライカー坂本、右の隅を狙ったんですがボールは無情にもポストに跳ねました。まあこれだけね、はい、大きなゴールキーパーですからね。目はキャプテンの佐原、おっとこれも決めた、決めました、東高学園3人続けて PK をものしています。7番石田、落ち着いて決めています、これで3対2、安藤です、4人目は安藤、うん、決めました。いや東高学園本当にみんな守るキーパー東高村井、さあどうか、止めた、東高学園神奈川県勢46年ぶりの決勝進出、静岡学園連覇の夢準決勝でついえ去りました。最後はゴールキーパー村井が静岡学園を止めました。東高学園出場3回目にして初の決勝進出になりました。無情の PK 戦、4人目で決着がつきました。的にはね、本当両チームとも互角だと思いますよね。どっちがもう決勝行ってもおかしくない、そうでした、チームですね、はい、本当に80分間5点、9番の坂本、目には涙、中村俊輔が歩み寄ります。この悔しさを胸に静岡学園の3年生たちはこれからさらに上に座っていくわけですからね。そうですよね、さあそして初の決勝を決めた東高学園、いや本当に素晴らしいチームです、ね、本当に攻守のバランスが、ね、取れているチームだと思いますね、はい、その後後半19分、静岡学園のエースストライカー坂本が決めまして1対1点でした。 PK 戦4対2で
桐光学園、神奈川県の代表が決勝進出を決めました。冬の選手権決勝進出は29回小田原高校以来46年ぶりです。